皆さんこんにちは、ゆるいぞ IT チャンネルです。それでは今回はスマートフォンやタブレットのハッキングについて、ハッキングされた場合の症状や具体的な確認方法を解説していきたいと思います。今回紹介する内容はあくまで一例になるので、必ずしも該当するわけではないんですけど、気になる方はよければ参考にしてみてください。ということで、まずはスマホやタブレットなんかのデバイスがハッキングされた場合の症状についてになりますね。ハッキングされた場合どういった影響が出るのかっていうところですね。普通に使っていて違和感がなければ特に問題はないと思うんですけど、次のような状態になっていたらちょっと疑った方がいいかもしれないですね。一つ目がバッテリーの消耗が激しい。例えば今までは1日ぐらいは普通にバッテリーが持っていたのに、ここ数日は半日ぐらいで充電が切れるなとか、まあ、そんなような症状が出ている場合ですね。使い方にもよると思うので一概には言えないんですけど、まあ明らかに今までよりバッテリーの減りが早い場合ですね。こういった場合はバックグラウンドで何かしらのアプリとかプログラムが動いている可能性があって、その影響でバッテリーの減りが早くなっている可能性がありますよと。2つ目が端末を使っていないのに発熱している。使っていなくても充電中なんかは熱くなったりする時もあると思うんですけど、何もしていないのに発熱している状態が続く場合ですね。これもさっきと同様にバックグラウンドで何かしらのアプリとかプログラムが動いていて、その影響でスマホが熱くなっている可能性がありますよと。3つ目が普段使用しているアプリが頻繁にクラッシュする。一時的に負荷が高くなったりした影響で落ちたりする時もあると思うんですけど、日何回も落ちる場合はちょっと怪しいかもしれないですね。こういった場合は裏で動いているプログラムが他のアプリを強制的に落としてたりとか、悪意のあるプログラムがアプリと競合して落ちていたり、まあそんなような可能性が考えられますよと。4つ目が身に覚えのないアプリがインストールされている。これはクラッキングされて変なアプリを仕込まれている場合ですね。そのアプリ経由で外にいるサーバーと通信していたり、本機用のデバイスとして使われていたりとか、まあいろいろと良くないことに利用されている可能性がありますよと。アプリのアイコン自体を偽装できたりするんで、インストールされていることに気づいていない可能性もありますね。5つ目がデータ通信量が通常より極端に多い。1つ目のバッテリーの消耗と似たような事例になるんですけど、普段は1月で5ギガぐらいしか使っていないのに、それが10ギガとか20ギガに通信量が増えているとか、まあ、そんなような場合ですね。これも外部のサーバーと通信していたり、攻撃用のデバイスとして利用されている影響で通信量が多くなっている可能性がありますよと。6つ目がカメラやマイクが勝手に起動している。これはクラッキングされてスマホのカメラやマイク経由で盗撮とか盗聴されている場合ですね。過去の動画でもちょっと紹介したんですけど、悪意なるリンクとかファイルを踏ませることでセッションを奪って起動させたり、マルウェアに感染させることで強制的に起動させたりとか、まあ、いくつか方法はあったりしますね。7つ目が自分が送信していない SMS が送られている。これは自分のスマホとかタブレットが攻撃用のデバイスとして使われている場合とかですかね。怪しいリンクをばらまくために知らないうちに自分とは関係ない第三者に SMS を送ってしまっているとか、そんなような場合ですね。まあ SMS って使う機会が少ないんでちょっと気づきにくいと思うんですけど、まあそういった場合もありますよと。こういった事例がスマホやタブレットがハッキングされた場合の影響についてとなります。今回紹介した事例以外にもあったりするんですけど、まとめるとデバイスが普段とは違う動作をしている場合は疑った方がいいかもしれないですよと。それでは次にスマホとかタブレットがハッキングされているかの確認方法について見ていきましょう。影響の部分でも少し触れたんですけど、ハッキングを受けている場合はインターネット上にあるサーバーと通信している可能性が高いですよと。このハッカーが使うサーバーのことを C&C サーバーとか C2 サーバーとかって呼んだりするんですけど、マルウェアに感染したデバイスに対して命令を出したり、盗んだデータを受け取ったりするために使用する遠隔操作用のサーバーになりますね。他にもいろいろな機能があるんですけど、大まかにはそんなような感じのサーバーになってますよと。なので確認する内容としては、ご自身のスマホとかタブレットと C&C サーバーが通信している痕跡を探すっていうのが確認するポイントになりますね。通信している痕跡があればハッキングされている可能性があるし、そういった痕跡がなければセーフっていうことになりますね。まずは今回使用するワイヤーシャークというツールをインストールします。ワイヤーシャークは簡単に説明すると、ネットワーク上を流れている通信をリアルタイムでキャプチャーして解析することができるツールになってますね。いわゆるパケットとかデータとか言われているものを可視化して解析することができる便利なツールになっていますよと。これはインストーラーを実行してセットアップメニューに従ってインストールするだけなので、詳細な手順については割愛させていただきます。まあ、詳しく知りたい場合はネットで調べると出てきますので、そちらを参考にしてみてください。次に通信を解析するためのデータ収集を実施していきましょう。まずは Windows の検索ボックスにネットワーク接続の表示と入力してメニュー画面を開きます。そうすると現在有効化されているネットワークアダプターの一覧が表示されるので、これを一旦確認しておきます。確認したらこの画面はこのまま開いておきます。次に設定からネットワークとインターネットを開きます。一覧からモバイルスポットという記載があるんで、それをクリックします。そしたらモバイルスポットをオンにしますよと。オンにするとプロパティ欄に名前とパスワードが表示されるので、それをメモしておきます。さっき開いておいたネットワーク一覧のページがあると思うので、それを再度開きます。そうするとですね、ローカルエリア接続ペケペケという名称のアダプターが追加されていると思うので、それが追加されていることを確認します。まあ末尾の番号は使用しているパソコンによって異なるので、まあ、ここはご注意ください。ここまで Windows 側の設定を実施したら、先ほどインストールしたワイヤーシャークを開きます。開くとホーム画面が表示されるんですけど、アダプター一覧から先ほど確認したアダプターをダブルクリックします。画面が切り替わってキャプチャーが開始されたことを確認します。次にスマホの設定に移るんですけど、スマホの設定画面を開いて Wi-Fi を有効にします。そうするとですね、先ほど有効にしたモバイルスポットの名前が表示されていると思うので、それを選択してパスワードを入力します。ここまで実施するとワイヤーシャークでスマホの通信のキャプチャーが開始されるので、3分ほど放置しておきます。ある程度データ収集が完了したら停止ボタンをクリックします。ワイヤーシャークのファイルメニューからエキスパート解析を選択して CSV ファイルとして保存しておきます。
保存した CSV ファイルがスマホの通信を収集した解析用のファイルになりますね。次にですね、保存した CSV ファイルの中身を解析しやすいように少し修正します。ファイルを開くと縦列にデータがいくつか並んでると思うんですけど、対象とするデータはソースとデスティニーションの列になりますね。ここに記載してある送信元の IP アドレスと宛先の IP アドレスを整理するって感じになりますね。まずはソースの列をすべてコピーして別なシートに貼り付けます。次にツールバーのデータを開いて重複の削除を選択します。 OK ボタンをクリックして重複の削除を実行します。今実行した手順をデスティニーションの列でも同じように実行します。次にですね、ソースとデスティニーションの列を合体させますよと。合体させるために一旦デスティニーションの列をすべて選択してコピーします。でコピーした列をソースの最後のセルの下に貼り付けます。これでソースとデスティニーションの列を合体できたので、先ほどと同じように重複削除を実行します。最後にファイルを保存して解析用データの整形は完了になります。これでスマホとかタブレットが通信しているサーバーの IP アドレスの取得ができたので、あとはこのデータを検索サイトにかけることで C&C サーバーと通信しているかがわかるってことになりますね。今回使用する検索サイトはウイルストータルっていうサイトを使用します。ウイルストータルはファイルやウェブサイトがマルウェアに感染してないかをチェックできるサイトで、 Google が提供しているサービスの一つになりますね。ということでまずは一つ試しに検索してみましょうか。ウイルストータルを開いたらメニューからサーチをクリックします。まあ、そしたら検索欄に解析用ファイルの IP アドレスを一つ貼り付けて検索します。まあ、そうすると検索結果が表示されるんですけど、左上の判定結果が0なら、まあ、問題ない通信先だったってことになりますね。まあ、大まかな接続情報なんかも表示される感じですね。この IP アドレスならアップラテの通信ですよってことになりますね。仮に怪しいサーバーと通信していた場合は、こんな風にサイト全体が赤っぽい感じで表示されて、危険性のある IP アドレスでしたよってことが警告されるみたいですね。この1つが1個とか2個程度なら誤検知の可能性が高いらしいんですけど、これが10個とか20個とかになってくるとハッキングされてる可能性が高いですよと。あとはこれを IP アドレスの数だけ繰り返して実行します。今回の解析用のファイルだと20個ぐらいなんで、調べる数としてはそんな大した数ではなかったですね。まあ、一応全部の IP アドレスを確認してみたんですけど、まあ問題はなかったですよと。ということで今回の動画は以上になります。仮に危険性のあるサーバーと通信していた場合は、個人で対応することは難しいと思うので、まあ自分で何とかしようとは考えないで専門の業者に相談した方がいいと思いますね。電源切って再起動したり、初期化しただけでは対処できない場合もあったりするんで、まあ一旦モバイル通信を切ったりとか、機内モードにしてネットワークから遮断した状態にして専門の業者に連絡するっていう感じになりますね。ということで今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた別な動画でお会いしましょう。